を取っています。ルーファス戦の激輪拳は負けフラグと聞きましたが、大丈夫なのでしょうか。行ってみましょう。さあ、ハイタニは今回ルーファスですね。さあ、ルーファスは、まあ、劣化拳に攪拌がなか、まあ、ないというか、ちょっときつかったりとか、まあ、判定でいろいろ負けたりとか、フェイロンにはあまり相性が良くないイメージがある。相性があまり良くないイメージがあるが、さあ激輪拳を取ると負けるというジンクスもある。あら、端投げ、腰塚からコラガードしたが飛んでいる。さあ船長の立ち回りがかなり熱いぞ、うまいぞ。しかし端投げでここはエクスレック警戒だが、さあしゃがみ台板仕込んでつながっている。あと、すごい勝ち方した。支援支援ジャンジャンプ番。さあコパコパ、そう、俺は強いフェイロンだから勝ったんじゃないんだと、このフェイロンで俺は積み上げてきてるんだと。大パンが使って投げかく、足払い抑える、支援。おっと、ここはコパに当たってしまう。ガード入ってないか、つながらないか。おっと、つながりはしないか、つながりそうな劣化劣化。セビオ、行くぞと。セビにかぶったらお前めんどいぞと。しかし、ここは飛びから、ワンコンボ。はい。一手のやりすぎです。おっと、対抗したが、あっと、もつれた、いろいろもつれたが、競り勝っている、店長競り勝っている。垂直ジャンプ中盤。さあ、ウルコンが激輪なので、最後の一押し、火力差が出ないかが心配ですが。いや、2012です。はい、いや、確認はしていないですから大丈夫です。おっと、さあ一時、はい、谷さんらしい EX 級選手が見れました。悪夢。しかには何もない。ガーサスカしている。あとこれは食らってしまう、中断。おーっと、素晴らしいバックジャンプ台板。大剣兵。さあどうフェイロンに寄っていく。寄るのも難しい、寄ってからもフェイロンはかなり面倒くさい。イエクスレック、イエクスレックを読んで、セビチ、レック、まだある。しゃがみ台板、この体力差であるとルーファスのしゃがみ台板はかなり厳しい。どこで何を当てる。終わった、やってない。まさか激輪、しゃがみ台板に激輪拳という夢を見たんだという夢を見たんだ。一本取ったのは、はい、谷ルーファス。さあ台板、さあ2が確定した。9選手10番。さあ、おっと、セビに重ならない。はいはい、ターゲットからウルコンです。さあ、ハイタニ押している。さあ、落ち攻めするふりして、落ち攻めしません、ファルコン。リスクを回避してリーチをかけるハイタニルファス。
ちゃったぜ。足が厳しいな、足が厳しいな。行く救世主バリー、こうなる。足へしか取れるか。支援流れを変えたいが、これは死んでしまった。勝ったのは灰谷。では店長、すいません、連戦ですが B 兄弟で、はい、そうですね。で、ウィナーズ、Are you ready? グランドファイナル。さあ、まずは波動で牽制。これはセミミスがもう一回波動に乗っかってしまう。さあ、小足が通って、ここもしっかり。さあ、挑みはおっと、ちょっとミス。さあ、ジャンプショットから投げを狙ったが、これちょっと早かったか。さあ、挑みおっと、グラッシュの違い、おっと、これはウルサイド大幅リード。春風しかし壊してはさあ、おっと、 EX 勝利をぶっ放していく。消化ご連敗。なんすか、ここミス。あ、マイワープ、なるほどなるほど、狙ったみたいですね、あのマイワープは。さあ、2ラウンド目、先手を取っていくのはドブラ。さあ、中継が強い。先ほどの厳選ではあまり機能しなかった中継がかなり機能していると。おっと、逃げジャンプ大キックで対空、うまいが、ウリョウも見ている。さあ、イクサムにガード、反撃をしっかりしている。さあ、ゲージは温存。おっと、イエックスのショーから攻め出しするが、投げが通って表はしっかりガードしている。さあ、ショー波動にジャンプ台板がざっくり刺さって11、ゲージはどぐらい有利。さあ、3ラウンド目、これゲージ状況は若干どぐらい有利だか。EX 最高ガード、おっと、反撃しっかりしてるか。 EX 春風のミスか、あれは。さあ、ダブル2で走り直していく。桜はどうやって逃げる、逃げ春風か。おお、まだ上を見ている。飛びに前、後ろ投げが刺さって、今セビバス捨て狩りの仕込み大キックですかね。大キックがヒット、またしてもくぐって後ろ投げヒット。しかしは桜の投げが通る。桜の火力なら全然わからないぞ。さあ、プラス4、おお、しっかり暴れている。1本目取ったのはドグラ。さあ、2試合目、さあ大キックでしっかり対抗していく。さあ、立ち回りはベガの通常技が機能するので、いかに飛びを通すかに使いたいのか。うまい。さあ、ダッシュオーバーから春風で回るが、おっと、ジャンプショーガードをさっきから使ってますね、珍しい。最近のベガ使いはみんな使うんですね。さあ、この橋、おや、無理やり押していく、裏を待ってしまう。しかし投げ抜けで仕切り直し、ダッシュコースがコワコワ、ダブルに曲がらない。後ろワープで仕切り直す。どう、おー、スラがめり込んだ、やりすぎた。なんだと。さあ、またしても1ラウンド目取ったのはウリョウ。波動
さあ、相打ちはダメージだな、さくらか。おっと、手をすかして、何が届かない。波動拳。オーラゲージは 50%。 おー、飛びをくぐって、ジャックジャック10、ショーンオーからの、壊して暴れが早い。またしても画面端。おー、今の EX 最上位か。ホーバーが当たる、めくり最後ジャクジャク、あーっと距離が遠かった。おーバックステリダッシュ中圧勝。これは良く見ていた。雨量1本取り返す。さあ1-1。さあいきなり飛びが通って体力4割ゲット。この差はでかいか。ヘッブラ当たって体力5割。投げが通って波動拳。おっ、空中旋風、これは大キックをかいくぐるが、投げ暴れが早い。ジャンプ台番ダブルに長打暴れるがゲージがないので、あるのか。シュープ太鼓を警戒する。デビダ投げあるのか。デビリバは尖ったです。おー、うまい。くぐり壊しからショーまで繋いで、いやー、ヘッドプレス一歩目取ったのはドグラ。さあ2ラウンド目。ダブル2で削っていくが、さあ手を出さない。手を出さなかったらじゃあ投げる。シュープグラス潰しじゃなくて太鼓潰しから桜落とし、フレーム消費、どっちだ、これはどっちなんだ。さあコンボもしっかりつないでいく。ゲージもたまる。すかし壊したガード、またしてもホーバー。そして5番で、これはゲージを使っていく。おー、しっかり見ている。しかしゲージはドグラ有利。おお、中足に中足ダッシュ。おお、これは牽制角でしょう。よく見ていた。さあファイナルラウンド。おい、X ダブルには、頭が上がった。シュープ、投げが飛んでフレーム消費、ダブル2で脱出。さあセビの下にコアカダブル2、8戦目逃がしたくないが前投げ、デビリバで位置を入れ替えて、またしてください。おーっと、ホバーが当たる。うわー、飛びが通って、これはゲージを使って伸ばしていく。さあ決め切ることができるか。おー、グラップ我慢した。ダブルにつながった。残るんだ。ヘッドプレス削って勝ったのはドグラ。 Mega wins!